西安 MA60 幸福航空の西安 MA60 中国、安気省の合飛新和市国際空港にて、MA60 は、中華人民共和国の西安引き工業講師が、ウクライナの安徳安東の製造による安 -24 と Y-7200A 旅客機をもとに開発した、総発ターボプロップ旅客機である。 ソ連ウクライナのアントノフ設計局の製作したアン -24 旅客機をコピー生産した Y-7200A のエンジンをプラットホイットにカナダ製の PW127J に換装し、また操縦機器を近代化した機体で主海国際航空宇宙博覧会において公表された。日本ではセイアン MA-60 と呼ばれることがある。 2000年3月21日に初飛行し、8月には、四川航空が就航させ、中華人民共和国当局から量産の許可が出たため、年間12から15機が製造されているが、同国政府による発展途上国への反則を狙った無償供与も多い。2014年3月の時点で、53機の MAA-60 が運用中で、14機が保管状態にある。 中華人民共和国内や発展途上国を中心とした航空会社や空軍で運用中だが航空会社によっては飛行停止して代替機を選定して運用中止しているところもある。屋外航空の MA60 ネパール航空の MA60 ザンビア空軍 MA60 輸送機インドネシアイルタリ空港にて大破した MA60MA60 MA エンジン部分。ありがとうございます。